ケルト諸国圏六つの地域、アイルランドスコットランドマンジマ、ウェールズコーンウォールブルターニュケルト諸国圏は、北ヨーロッパ及び西ヨーロッパにおいて、ケルト語派の言語、歴史、文学といった文化的特性が今も残る領域を指す名称である。ネーションという言葉はもともと、共通の伝統的なアイデンティティや文化を共有する、人々を意味する言葉として用いられ、歴史的な領域、国、 または地域として識別される。ここでのネーションは主権国家と同義語ではない。ケルト諸語圏として認識される6つの地域はブルターニュ、コーンウォール、アイルランド、マンジマ、スコットランド、ウェールズである。これらの領域ではケルト語系の言語が現在も話されているか近代まで話されていた。スペイン北西部、ポルトガルが地域の独自の文化を理由に ここに加えられることがある。6地域には、それぞれ独自のケルト語派の言語が残っている。アイルランド、スコットランド、ウェールズ、ブルターニュには、今でも、ボゴア社が存在するが、コーンボールとマンシマにおいては、社会言語としては死語になっている。しかし近年どの地域でも、言語復興の動きがあり、成人層によるこれら言語の採用を促し、ボゴア社の人数を増やしている。 アイルランド、ウェールズ、ブルターニュ、スコットランドといった地域には、こういった言語を日常的に話す地域がある。こうした地域はアイルランドにおいては、ゲールタ派と、ウェールズにおいては、ブローガムラーイグ、ブルターニュにおいては、ブレースイゼルと呼ばれる。一般的にこうした、ケルト語派言語を話す地域は、国の西部や高地、島し部に多い。スコットランドでいうアルタ派区は、 アングロサクソン語の話されるローランドと区別されたいわゆるハイランド全体を指すことがあり実際ゲール語を話さない地域も含んでいる自治体ハイランドカウンシルエリアのゲール語名として採用されているゆえにゲール語を話す地域の名称を指す際により具体的なスキル、経理区が用いられることもあるウェールズにおいてウェールズ語は全自動の必修科目となっている さらに、ウェールズの学童の20%が、ウェールズ語で全授業を行う学校に進学する。アイルランド共和国では、学童全員がアイルランド語を中等学校を修了するまでに三大科目の一つとして学ぶ。初等教育の7.4%は、ゲールスコル運動の一環として整備された、アイルランド語で教育を行う国立の小中一環校を通じて行われている。 イベリア半島北部の一部、特にアストリアス州、ガリシア州、ポルトガル北部は現代ケルト諸語圏の一つに数えられることがある。これはスペインやポルトガルの他の地域とは異なる。地域の独自文化によるところが大きい。これら地域の伝統音楽ではバグパイプが用いられる。ガリシアやアストリアス出身のこうしたミュージシャンたちはケルト音楽祭に参加している。 ポルトガル北部、かつての古代ガラエキアの一部も、ガリシアと全く同じ伝統を持っている。しかし、前述の6カ国とは異なり、イベリア半島北部ではおそらく中世初期以降、全くケルト語派言語が話されていない。下表は、それぞれの地域の人口、及びケルト語派言語の話者人口を示している。 ケルト諸語圏に居住する総人口は1858万4000人。このうち、ケルト語派言語の話者人口はおよそ288万2100人で、ある。ドリアン国際、ケルトフェスティバルで更新するバグパイプ奏者たち各地域の協力関係は、政治、言語、文化、スポーツといった多くの分野で活発である。ケルト連盟は、国際的な政治組織で、 ケルト諸語圏全体に関する政治、言語、文化、社会的権利の社会運動を行っている。1917年に設立されたケルト協議会は非政治組織でケルト文化と言語の使用促進、知的交流の維持、ケルト民族間の関係を密接にすることを目的とする。これらの地域の文化を祝う祭典には、ブルターニュのロリアン国際ケルトフェスティバル、 アイルランドのパンセルティックフェスティバル、ウェールズのアイステイズボット、キューバのセルトフェスと、オーストラリアのナショナルセルティックフェスティバル、ケルト諸国圏で作られたテレビ番組や映画を紹介するセルティックメディアフェスティバルなどがある。ケルト諸国圏の音楽祭には、グラスゴーのセルティックコネクションズ、そしてストーノーウェイのヘブリディアンケルティックフェスティバルがある。新大陸への移住が行われたため、 スコットランド・ゲール語の方言が、ノバスコシア州のケープブルトン島で一部の人々の間で話されている。一方で、アルゼンチンの中部州にあるウェールズ人入植地でウェールズ語が話されている。したがって、ロリアンのフェスティバルにおいては、ガラエキア、アストリアス、ケープブルトン島を9カ国あるケルト諸国圏のうち3カ国とみなしている。ラグビーユニオンのプロ12。 陸上競技のセルティック杯、サッカーのセルティック杯といったスポーツ分野において、ケルト諸語圏館の競技会が開催されている。1995年から2007年までの急激な経済成長期のアイルランド共和国は国の別首相として、ケルトの虎のフレーズが用いられた。アイルランドと同様の経済成長をスコットランドで達成しようとする憧れから、スコットランド政府首相、 アレックス・サモンドは2007年にスコットランド経済をケルトのライオンになぞらえた自らの理念を設定した。これらの地域とそこに住む人々を指す、ケルティック・ネーションズという名称は16世紀の学者ジョージ・ブキャナンやエドワード・ロイドの言語学研究より派生した。ロイドは学芸員助手、その後オックスフォードのアシュモレアン博物館の学芸員として、 17世紀後半から18世紀初頭のグレートブリテン島、アイルランド島、ブルターニュを広く旅した。彼は、ブルターニュ、コーンウォール、ウェールズの言語の類似性に注目し、これらをピーケルト語、またはブリソン諸語と呼んだ。それらに対して、アイルランド、マンジマスコットランドの言語は、キューケルト語、またはゴイデリック語と呼んだ。 これら6つの当初ケルト語に関する調査をまとめて、ブリテン考古学、言語と歴史を1707年に出版した。この中でロイドは、起源言語は、鉄器時代に、ガリア人が話した、大陸ケルト語の子孫であると、理論づけた。ケルト語派として、これら分野の言語を定義し、そこに住む人々やこれら言語を話す人々も、ケルト人として知られるようになった。 このようなロイドの見方には異論もあるが、ケルト語派という用語は18世紀から広く受け入れられてきたが、現在では見直しが進んでいる。ヨーロッパのケルト人、過去と現在、ケルト語派がが広く話される、ケルト諸語圏と一般的に認識される6地域期限前3世紀における、ケルトの影響が及んだ最大の図起源全6世紀、ハルシュタット文化の及んだ、 地域的時代のヨーロッパで古代ケルト人は大陸の西部大半や中央部、そして東部の一部、中央アナトリアにまで勢力を伸ばした。大陸ケルト語は中世初期に消滅し、高等伝承、聖なる井戸や水源を訪れる慣習といった大陸のケルト文化の特徴は広く消え失せるか一部では転換され、異教と戦うキリスト教信仰によってキリスト教家された。 大陸にはもはや生きた、ケルト語派言語を保っている地域はなく、普通、いわゆるケルト諸語圏に含まれることはない。それにもかかわらず、これらの国々の一部には、ケルトのアイデンティティを主張する動きがある。紀元前200年頃のイベリア半島、バグパイプを演奏する人々、アステリアスイベリア半島、特にかつてのガラエキアは、ケルト文明の影響を強く受けた地域である。 ローマ人によって、これら地域にいると記録された。ケルト部族には、ガラエキ族、ブラカリ族、アストゥレス族、カンタブリ族、ケルティシ族、そして、ケルティベリア人がいた。ルシタニア人は一部の学者が、ケルト人に分類するか、少なくとも、ケルト化していると定義しているが、明らかに、ヒケルト語派ではないルシタニア語の非文が残っている。現在のガリシア人、アストゥリアス人、 カンタブリア人、そして北ポルトガルの人々は、ケルトの伝統やアイデンティティを主張する。ケルト文明の痕跡は、ヨーロッパで、かつてケルトであった国のように分析することは難しい。なぜなら、ローマ時代に、イベリア半島のケルト語派言語は消滅してしまい、ケルトの遺産は、地名学や言語基礎、古典文学、民間伝承、音楽の中で示されているためだ。後期、 ケルトの文化的影響は、5世紀、アングロサクソン人の信仰から逃れて、ガリシアにたどり着いた、ローマ化された、ブリトン人の植民によるものである。中世アイルランド語で書かれた10世紀の歴史書、アイルランド来航の書では、ガラエキアについて、アイルランドを征服するため、ガラエキアのケルト人は海を渡ったという記述がある。ローマ支配下ブリテンの主要な定住地、 ケルト語派言語において、イングランドは常に、サクソン人の土地、ウェールズ語では、ロエグアと言われてきた。スコットランド・ゲール語の穏やかな言い回しだが、軽蔑的な用語に、サセンクという蒸気の発祥と同じものがある。しかし、話し言葉としてのカンブリア語はおよそ12世紀まで、生き残り、コーンウォール語は18世紀まで話されていた。そして、 ウェールズとイングランドの国境地帯であるウェルシマー地内でのウェールズ語は19世紀まで話されていた。カンブリアそしてコーンウォールは両者とも文化において伝統的にブリソンである。この地域でのアングロサクソン植民地は歴史的に小さかった。イングランド成立後しばらくの間、コーンウォールには独立した国家、コーンウォール王国が存在した。そしてカンブリアは 元々はノーサンブリア王国の中で多くの自治権を保持していた。アングル人のノーサンブリア王国とカンブリア人のカンブリア王国の統一はノーサンブリア王、オスビウとアングル人の存在がわずかしかないレゲドの女王リームマルスの政略結婚で成立したものだった。過去2世紀にわたってグレートブリテン内の異なる地方間の人口移動は産業を発展させ、 別荘自所有権の成長など生活様式を変化させた。そしてコーンウォール沖にある特にコーンウォール文化が保存されコーンウォール自治運動が十分に確立されているシリー諸島を含むケルト語派言語地域の人口統計が大幅に修正された。ブリソン諸語とカンブリア語の地名の名残は時々イングランド中で天井に見られるがイングランド東部より 西部、歴史的なケルト地域であるコーンウォールとカンブリアで、主として、より一般的に見つけられる。鳥を意味するコターの要素は、カンブリアの都市、カーライルの名に含まれるし、丘を意味するペンは、ペンリスの町の名に、岩を意味するクレーグは、ハイクラックに見出せる。カンブリアという名称は、ウェールズ語で、ウェールズそのものを意味するカムリと同じ語源から、派生している。 紀元前54年頃のガリアほとんどのフランス人が古代ガリア人に共感を抱く。そしてガリア人がケルト語を話し、ケルトの生活様式を営んでいたことをよく知っている。フランス国内ではゴールの人々を意味するゴーロワという一般的なニックネームは外国にルーツを持つ人々との違いを際立たせるためにフランス人のケチ脈を意味する名称としてよく用いられる。 フランス語及びアルピタン語を話すイタリアのアオスタダニの人々もケルトの系統であることを主張する。地域政党である北部同盟は北イタリア全土またはパダーニア全土がケルトのルーツを持つことをしばしば称賛している。フリューリもケルトの都市であるという主張しているが根拠は薄い。ベルギーのアロン人もまた 特にテイウトネス族系のフランデレン人やラテン系のフランス人アイデンティティとの対比をするためにケルト人の羊を取り上げることがある。ガリアケルト人の末裔と捉えるフランス人とは異なり彼らはゲルマンケルト人であると考えていることになる。民族グループとしてのワロン人はウェールズ人やブラフ人と同じくゲルマン祖語でよそ者を意味するウォルハスから派生している。 ベルギーの名称は、ケルトの一部族、ベルガエに由来するが、おそらくこれは、アイルランド神話に登場する一部族フィルボルグと関連している。ケルト人たちが定住していた土地は、現在のドイツ南部、オーストリアにまたがる。多くの学者たちが、ハルシュタット文化と初期のケルト人たちを関連づけている。ボイー族、スコルディスキ族、そしてウィンデリキア族は、 ドイツやオーストリアと同様に現在のスロバキア、セルビア、クロアチア、ポーランドそしてチェコ共和国を含む中央ヨーロッパに定住していた部族の一部である。ボイ族の名はボヘミアの語源となった。ボイ族は現在のプラハの地に都市を作った。その遺跡の一部は観光地になっている。現代のチェコ人の間では、チェコ人はその多くが後世に信仰してきた。 スラブ人の子孫であるのと同様にボイイの子孫であると主張がなされている。この主張は政治的なものではないだろう。セミノによる2000年の調査においてチェコスロバキアの男性の35.6%が Y 戦色体のハプログループ R1 ビットを持っていた。このハプログループ R1 ビットはケルト人の間では普通だがスラブ人の間では稀である。 現代のセルビアでは、ケルト人の存在ははるか北部に限定されているものの、ケルト人は、現在のベオグラード近郊に新ギドゥルムの街も作った。現代のトルコ共和国の首都アンカラは、かつてアナトリア半島中央部におけるケルト文明の中心であった。ケルトの存在は、アンカラを含む地方名ガラティアの名を与えている。 現代のスイスの地方にちなみ名付けられたラテヌ文化は中央ヨーロッパの大部分にあったハルシュタット文化を引き継いだものである。アルゼンチン、ラウソンの街で民族衣装を着て踊るウェールズ系の子供たち他の地域でケルト諸国圏の一つからの遺産を持つ人々もケルトのアイデンティティを関連づけている。これらの地域ではケルトの言語は 地元の文化を構成する重要な要素となっている。カナダ、オンタリオ州、タムワースにあるパーマネントノースアメリカンゲールタハトはアイルランド国外にある唯一のゲールタハトである。アルゼンチンのパタゴニア、チュブ州の谷にあるワイワラット派はウェールズ語を話す人々が暮らす。ノバスコシア州のケープブルトン島にはカナダゲール語を話す人々がいる。そして、 ニューファンドランド島南東部にはアイルランド語を話す人々がいる。1900年代の一時点においてルイスト出身のスコットランドゲール人1万2000人以上がケベック州のイースタンタウンシップスで生活していた。イースタンタウンシップスの地名は今現在もこれらの住民を思い起こさせるものとなっている。アメリカの太いベルト地帯はケルト諸国圏からの移住者が集まる先となった。 アイルランド語を話すアイルランド人のカトリック教徒は東海岸の都市ニューヨーク、ボストン、フィラデルフィアに集まった。一方でプロテスタントのスコットランド人やアルスタースコッツはアパラチアを含むアメリカ南部で特に顕著な存在であった。エリザベス朝時代に広まった伝説ではマドックという名のウェールズのプリンスが12世紀後半の北。 アメリカに植民地を作ったというものがある。移住者たちは現地のインディアン部族と同化して数百年の間ウェールズ語とキリスト教信仰を維持し続けたと物語は続く。しかしマドックというプリンスが実在したという現代的な根拠はない。ペンシルバニア州のウェルシュトラクトとして知られる地域はウェールズ人のクエーカー教徒が入植したところでいくつかの町は 今もウェールズ語の名を冠している。19世紀、ウェールズ人移民たちが、パタゴニアのチュバカワ国に到着し、ワイ・ワラットファを作った。現在、ワイ・ワラットファのいくつかの街では、ウェールズ語や、ウェールズ語の名がついた、ティーハウスが、一般的である。ドラボンやトレレンは、ウェールズ移民の街である。南アフリカの詩人ロイ・キャンベルは、自伝の中で、 ピーター・マリッツバーグ近く、住民がゲール語とズール語だけを話していたダーグルダニでの子供時代を改装している。ニュージーランドではオタゴ地方とサウスランド地方にスコットランド自由協会の信徒が移住した。この二つの地方の地名の多くがスコットランドゲール語の名である。そして、ケルト文化は現在もこの地域で顕著である。上記の事例に加え、カナダ。 アメリカ合衆国、オーストラリア、南アフリカやかつての大英帝国の一部の出身者たちが何年にもわたって様々なケルト教会を組織してきた。ありがとうございます。